中島博行、中島博行、中島広行、1982年7月31日帯は、オリックスバファローズに所属する兵庫県にいたみ市出身の、プロ野球選手、内野手。右投げ右打ち。妻は、ファッションモデルのアイザーサヨ。NPB での登録名は、西武ライオンズ埼玉西武ライオンズ在籍時及び、 オリックスへの移籍1年目の2015年は本名を使用し2016年からは中島博之読みは本名と同じへ変更している。出生時は右肩が母体内で引っかかるなどの難産で担当医からは右肩に何らかの障害が残る可能性があると指摘され入児の頃から柔らかいゴム製のボールを半ば強制的に握らされていたという。 伊丹市立桜台小学校時代は、当主として、幼馴染の山崎勝美とバッテリーを組み、全国大会に出場。伊丹市立天皇寺川中学校では、宝塚シニアに所属し、高校進学時には、県外の共同校からもスカウトされ、地元の名門である、宝徳学園高校を山崎と共に受験。山崎は合格したものの、中島は合格に至らなかったため、 進む学校ながら野球では無名の兵庫県立伊丹北高校に進学。シニアでの厳しい練習から野球に嫌気がさしていたこともあり、競合校とは違う練習環境の中で力を伸ばしていった。後に本人は法徳に入学していたら野球を続けていなかったと思うと述べている。伊丹北高校への進学後は一年次からレギュラーに定着。 兵庫大会では1年夏に右翼手、2年夏に1番打者、先発投手に転校した3年夏には1番投手として出場した。在学中のチーム成績は2年夏の兵庫県大会での16強が最高であったが、中島自身は対外試合で通算43本塁打を放ったことから西武ライオンズのスカウト陣の目に留まった。年度ドラフト会議で 西部から内野手として50名指名を受け、契約金4、0-0-0-0円、年俸600万円、金額は推定という条件で入団した。無名校出身ながら、高卒で指名された理由について、当時同校の監督だった、後藤博夫は、真面目な性格が下積みにも耐えられると、スカウトが評価したのではないかと語っている。入団当初の背番号は56。2は、 チームの声優劇手だった松井和夫がメジャーリーグへの挑戦を試行していたことを背景に優劇手へコンバート。しかし高校時代まで経験のなかったポジションであったことから30試合に出場したイースタンリーグの公式戦では7失策にあんだで打率105にとどまる。2はイースタンリーグ公式戦でただ1人全100試合に出場。 リーグの最終規定打席へ到達し、リーグ最多のアンダー、得点、疑比、死球を記録した。閉殺が10本、25失策もリーグ最多で、リーグ2位の打率。299、チーム2位の11本塁打、リーグ4位の47打点となりファームの優秀、選手賞に選出。10月6日の対日本ハームファイターズ戦、東京ドームに5番、指名打者として、 スタメンで1軍デビューし、2回表に、金村和樹から1軍での初安打など、1軍公式戦にも4試合へ出場した。2は、1軍公式戦44試合に出場し、1軍での初打点、初本塁打、初盗塁を記録。イースタンリーグ公式戦では、最終規定打席に達しなかったものの、チームトップの打率。306、チーム2位の13本塁打。 2は、背番号を3へ変更。前年までの声優劇手だった松井が、海外 FA 県の講師によって、ニューヨークメッツへ移籍したことを背景に、一軍公式戦の開幕から、7番、遊劇手として、スタメンに抜擢。その後も、声優劇手は、2が重すぎるとの声もある中で、監督の図を務むからスタメンで起用され、オールスターゲームにも監督推薦で、初出場した。 同年のパシフィックリーグでは唯一フルイニング出場し、打率。287、リーグ19位、27本塁が、リーグ8位、90打点、リーグ7位、18盗塁、リーグ4位を記録。は、イレギュラーバウンドした打球を顔面に受けて、頬骨を骨折し、戦線離脱。復帰後はレギュラーに戻り規定打席に到達して打率。274、リーグ19位。 11投塁、リーグ7位を記録したが、リーグ3位の17閉冊打、遊撃手として、リーグ最多の10失策を記録。は、開幕から3番打者を務め、オールスターゲームにも選出され、一時首位打者争いに、加わるなどチームの首位争いに貢献した。7月30日の楽天戦で、山村博樹から支給を受け、左第4。 中手骨を骨折したが予定より早い9月12日に復帰した。打率306で初めて3割に到達した。守備では2年連続で遊撃手部門リーグ最多の16失策を記録し、同年オフの契約公開では、球団初となる守備での出来高払ラインが設定された。も開幕から3番で起用され、オールスターゲームに3度目の出場を果たした。 両リーグ通じて、唯一の9試合連続打点を記録するなど、リーグ5位の打率。300、同3位の160安打、チーム2位の74打点を記録したが、リーグ3位の134三振と、レギュラー定着以降減少していた、三振数が倍増した。守備でもリーグ2位、遊撃手としては3年連続リーグ最多の20、切策を記録。 北京オリンピック野球日本代表に選出され、オールスターゲームにも4度目の出場。共に、同じ遊劇種の川崎宗則、西岡剛義が選出されたこともあり、オールスターゲームでは三塁手を務めたが、悪送球による失策を記録した。北京五輪では、川崎の故障によって、主に遊劇種を務めた。4年ぶりに20本塁打を記録とリーグ優勝に、大きく貢献した。 前半戦終了時にリーグトップだった打率は、後半戦に入って徐々に落ちていったが、楽天のリックショートと、首位打者を争い、楽天との最終戦までもつれ込んだ。結果は7猛差で及ばなかったが、自己最高の打率、331を記録。最終戦後には敬遠されなかったことについて、勝負してくれて嬉しかったと語った。シーズン成績は、 チームトップの55式を選び、それぞれ自己最高を更新する出塁率。410、25等類で、初タイトルとなる最高出塁率を獲得した。遊撃守備では、リーグ2位の12失策を記録したものの、守備率は、遊撃手部門2位を記録して送球ミスも減り、ゴールデングラブ賞とベスト9を初受賞した。同年、かつて西部で、背番号、 3をつけていた清原が引退を表明し、オリックス・バファローズとの最終戦の日にユニフォームの交換を行った。巨人との日本シリーズでは、第1戦と第2戦で2試合連続ホームランを放つ。第5戦では怪我で途中交代したものの、第6戦以降も満身創痍で、スタメン出場し続け7戦全てで安打をマークし、日本一に貢献、優秀選手に選ばれた。 オフの契約公開で年俸2億円に到達。野球をやっている以上、いろんな国の選手がいる中でやってみたいという夢はあります。メジャーに行けるような選手になりたいと将来的なメジャーリーグ挑戦志向を明かした。は、第2回 WBC の日本代表に選出された。一時選考選手発表の際に一郎は、片岡駅市、岸高行らともに選ばれれば、 日本代表のキーマンになる三人と語った。大会では2番遊撃手として、出場、発熱で一部の試合を欠場したが、二度目のキューバ戦で、スタメンに復帰した。チームトップの打率、364、出塁率、516、7打点を記録して、日本代表の大会に連覇に貢献。ペナントレースでは、開幕から25試合本塁打がなかったが、 6月21日のヤクルト戦で通算100本塁打を達成。オールスターゲームに選手間投票によって選出され5度目の出場。第2戦でファウルボールを観客席に突っ込んで補給するなどしてベストプレー賞を受賞し守備で賞をいただけたことが嬉しいとコメント。主に3番遊撃手としてリーグで唯一全試合フルイニング出場してシーズン後半には故障した。 中村豪也の代わりに4番打者も経験し、2年連続3割、20本類打20盗塁、史上5人目、自己最多の92打点、173安打で、自身初の最多安打、出塁率、398で2年連続となる、最高出塁率のタイトルを獲得し、2年連続でベストナインも受賞。遊撃守備では初めて守備率、980台をマーク。 は一時打率が4割を超えたが、シーズン終盤はチャンスでの閉殺打が増えた。同年オフには、ポスティングシステムを利用したメジャーリーグ挑戦を、球団側に訴えたが、交渉窓口となった、球団本部長、当時の前田康介が、話し合いの結果、残留で決まったと報道陣に対して一方的に発表したことから、中島は勝手に発表された。 分かったとしか言われていないと、事実と異なる説明をされたとして、球団に対する不信感を露にした。その後、監督の渡辺久信の仲裁により、球団側と再度話し合い、残留することが正式に発表された。はこの年から導入された、統一級の影響もあり、5月までは打率、266、3本類だ。 アップス771と調子が上向かなかったが、6月から調子を上げ、6月から9月まで打率。312、9本類打、アップス819と復調。7月11日のオリックス戦では、警告試合を引き起こしている。ことの発端は、6回裏に高宮和也の2球目が中島の背中に直撃。これに中島が激行して、 マウンドへ歩み寄ると、両チームがベンチに飛び出し、乱闘寸前の雰囲気となった。試合は9対1で勝ったものの、オリックスは、しょうもないチーム、今年のうちに必ず試合中にやり返しますよと発言した。最終的にこのシーズンでの対オリックス戦は、打率38、383、36安打の18打点と、滅法強かった。 チームが再開に沈んでいた7月25日のロッテ戦では決勝本塁打を放ちヒーローインタビューではこの試合からキャプテンに任命されて右胸に C の文字が入ることを報告したしかし10月は打率271本塁打なしアップス612と再び調子を落とし5年連続で記録していた打率3割が途絶えた 最終的に右投手に対しては打率316と例年通りの成績を残したが、左投手に対しては打率237と苦手とした。本塁打も16本と4年ぶりに20本を下回ったが、得点圏打率はリーグ2位の351を記録し、遊撃手としては史上2人目となるシーズン100打点を達成。中村剛成と共に、 球団初の百打点コンビとなった。また、21個の投類を成功させ失敗はわずか2個で、投類成功率は913であった。オフには、球団より、ポスティングシステムを利用したメジャー移籍を容認されたことを受け、11月22日にメジャー挑戦を正式表明した。同月28日に申請書類を提出し、12月8日には、 入卒額250万ドルでニューヨークヤンキースが交渉権を獲得したことが発表された。その後を代理人として入団交渉を行ったが契約合意には至らなかった。1月10日に契約公開を行い、このシーズンも残留することが決定。シーズンでは6月に入ってから調子が上がり、6月の月間 MVP を獲得。12年目で 初の受賞となった。故障で離脱した中村の代わりに四番を打つこともあった。首位打者を牽引していたが、8月に腰の状態が悪化、9月に左脇腹板を発症してからは打率が下がり、ロッテの角中克也と首位打者を競うことになる。ロッテとの最終戦では一打席は死球、二打席目も敬遠気味にボールを投げられ、その際二球わざと空振りした。 最終戦では2打席凡退し、打率311、一輪差で、首位打者を逃した。オフには、海外 FA 権を行使する。2012年12月18日に、オークランドアスレチックスと、総額650万ドルの2年契約でき高、か、3年目は、年俸550万ドルの球団オプションで契約。は、スプリングトレーニングで無安打が続き、 バッティングフォームをオープンスタンスに変更するなどしたが、旧試合ぶりのアンダである一塁内やアンダを打った直後に、左太もも裏を損傷。その後の試合はすべて欠場し、結局17試合の出場で打率。167、出塁率。286、本塁打なし、二投塁。遊撃守備で4失策を喫して、スプリングトレーニングが終わり。 3月30日に15日間の故障者リスト入りして開幕を迎えた。5月3日には AAA 級サクラメントリバーキャッツの公式戦に出場したが、翌日に左太ももの痛みが再発し再検査を受けることが発表され、23日に25人枠から外れる。AAA 級では遊撃種の他に三類種と二類種でも起用され、 6月7日の通村戦まで10試合連続安打を記録し、前半戦は52試合の出場で打率。279、4本塁打、アップス、729、2投塁の成績を記録したが、8月16日に40人枠から、外れる。後半戦は38試合の出場で打率。289、本塁打なし、アップス、652、1投塁の成績で、 2013年シーズン成績は、打率2 8三4本塁が、アップス698でチーム平均をアップス776を大きく下回る。は、招待選手としてのスプリングトレーニング参加もなく、当初は AA 級ミッドランドロックハウンズで開幕を迎える予定だったが、アディソン・ラッセルの故障に伴い、スプリングトレーニングに参加し、6試合に出場。 3月28日に40人枠入りし、翌日に AA 級サクラメントへ移動。4月3日に再び40人枠から外れ、AA 級では打率。128、0本類打の成績で、4月30日には AA 級ミッドランドへ降格した。その後は昇格することなくマイナーのレギュラーシーズンを終える。AA 級では主に二類種で起用されたか。 内野全ポジションを経験し、73試合の出場で、打率、266、6本塁打、3盗塁、アップス、704でチーム平均をアップス、717を下回る。チームは、プレーオフに進出するが、ディビジョンシリーズ第一戦のフリスコラフライダーズ戦で、左手首を骨折する。オフの10月30日に、 アスレチックスが550万ドルの2015年球団オプションを破棄したため FA になった。FA 選手ランキングを扱った記事では全165人中165位にランクされた。アスレチックス GM のビリー・ビーンは中島の獲得に関して地元紙のインタビューで大失敗だった。大金を積めばいい選手が取れるという考えは やはり朝墓だったということが図らずも証明されたと語り、スポーツライターの薄北信行によると、中島の獲得は日本での宣伝効果を見込んだものであり、多少期待外れでも中島をメジャーに昇格させるつもりだったが、あまりに酷すぎて使い物にならず、結局目をつぶることができなくなったという。中島は NPB 復帰を示さ。 そして同年11月に代理人のスコット・ボラスが、ヒロは日本に戻ってプレーすることになるだろう。日本球団との契約交渉を進めていくと語り、NPB 復帰が決定、MLB の試合には1試合も出場することはなかった。古巣である西部の他に、阪神やオリックスの争奪戦となった。2014年12月5日に、オリックス・バファローズが獲得を発表。 小学生時代以来、約20年ぶりに山崎と同じチームに所属することになった。オリックスとの契約期間は3年で、背番号は1。は、開幕を1軍で迎え、主に4番1塁手として、スタメンに起用された。しかし、4月19日の大西部戦、ホットモットフィールド神戸2回裏の打席での、内野安打の際に、右太もも裏を痛めて、途中交代。 翌日の診断で、右ハムストリングの肉離れが判明したため、21日に、出場選手登録を抹消された。5月8日の大楽天戦、京セラドーム大阪で7番に一塁手として、スタメンで一軍に復帰したが、同月26日の対 DNA 戦、横浜開始前の昼食中にぎっくり腰を発症。翌27日に、再び登録を抹消された。 6月9日の対ヤクルト戦、京セラドーム大阪で、再び一軍に復帰。シーズン全体では、指名打者、三塁手、遊撃手にも起用されながら、一軍公式戦11 117試合の出場で、規定打席に到達したが、打率、240、10本塁打、46打点。9月にファッションモデルの相沢さよと、結婚、10月15日に結婚と相沢による、 第一子、女ジ児ジの出産、11月27日に中島博之への登録名変更を発表した。2>, 2は、声優劇種の足立良一が、春季キャンプの直前に海洋性大腸炎で入院したことを受けて、キャンプから遊劇守備の練習を再開。一軍公式戦でも開幕戦から4試合連続で遊劇手としてスタメンに起用された。 以降の試合には、指名打者や三塁手として出場したが、4月15日のタイ西武戦、京セラドーム大阪での走塁中に右ふくらはぎを痛めたことを境に、故障や打撃不振で3度の二軍降格。5月28日のタイ西武戦、ホットモット神戸で NPB 史上119人目の通算1500本安打、8月18日の対日本ハム戦、 札幌ドームで史上61人目の通算戦三振を記録。一軍公式戦全体では96試合に出場し、打率298本塁打47打点。二は楽天との開幕3連戦、京セラドームで3番打者で起用、主に指名打者として一軍出場する。しかし、7月9日の対ロッテ戦、京セラドームの 試合前に、スコアボード下の外野グラウンドでストレッチ中、スコアボード下の外野5階席へ、スポンサーの看板を設置するために組まれていた、鉄パイプが落下。グラウンドで跳ねた鉄パイプが、右腰から首のあたりに当たったため、病院で検査を受けた。診断の結果だ僕と診断されたことから、当日の試合ではベンチで待機。その後も一軍へ帯同していたが、 実戦復帰は7月18日にゾゾ、マリンスタジアムでの同カードでのスタメン出場まで持ち越された。7月28日の大楽天戦、ホットモットフィールド神戸では、7回裏に、自身6年振りの満塁本塁打を、近陣県人から打つ。結局、一軍公式戦には124試合へ出場、本塁打数9本、規定打席へ到達し、チームトップ、リーグ7位の打率。 285? このシーズンで3年契約を満了し、中島は契約の不対条件だった、契約期間の延長オプションを行使、前年までの3年間と同じ推定年俸3億5、0レー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 レ円という条件の1年契約で残留する。は、開幕から代打での起用が多くなるが、打撃不振で5月18日に登録抹消、6月14日に復帰後は、 レギュラーとして、試合に出るも6月28日の西部戦で、肉離れを発症し戦線離脱する。8月4日に復帰し8月12日のロッテ戦で、サヨナラ敵地が9月1日の西部戦で、サヨナラ3ランを打ち、シーズンを通しては、オリックス遺跡後最小の77試合出場で、打率。289、5本類が34打点。シーズン終了後、 球団は減額制限、1億円超は40%を上回る減報を提示するが、本人がそれに納得せず、球団に対談の意思を伝え自由契約となる。11月22日、読売ジャイアンツは中島と選手契約を結んだと発表し、東京ドーム内にて原辰則監督同席のもと入団会見を行った。その際、 背番号は5となることも合わせて発表された。バットを持った両手が後頭部に来る特徴的な構えからスイングする。相手の呼吸に合わせて、前を取るため逆に自分の呼吸を読ませないように考えた結果、左腕が上がって口元を隠すフォームに行き着いたという。速いボールカウントから積極的に踏み込んで打ちに行く傾向があり。 ファーストストライク時の打率が高く広角に長打を打ち分けることができる。これは高校時代に練習で打球が左翼後方のテニスコートやプールに飛び込むことが多く、他の部から苦情が品質したことから監督に危ないから右に打てと指示されて取り組んだという。本人曰くゴルフのピッチングウェッジを打つ感覚で右手を押し込む強さを加減して打球の飛距離を調節できるといい。 宮本慎也からは、天才と評された。基準違反統一級が導入されていた2011年から2012年までの、通算対左打率、255と、左投手に弱いが、同対右打率、321と、右投手に強い、同得点圏打率、318と、勝負強さも備え、10打席に1つ近い割合で支球を選ぶ。 選球眼も兼ね備える。一方でバントは苦手としており、犠牲バントのサインが出ると、投手が楽なところに投げてこないかなぁと、毎回思うという。また、狙った場面で、犠牲フライを打つ技術も持ち合わせている。西部時代は、遊撃手としてプレーし、守備では下半身と地形を生かしたプレーを特徴とする。レギュラーに定着した頃は、失策数も多かったが、 ゴールデングラブ賞を受賞した2008年から、守備練習を増やした結果徐々に、堅実さが加わり、2010年には、リーグ2位の守備率を記録するなど、例年守備率を向上させている。一方で、遊撃手としては、守備範囲が狭く、2010年には守備イニング1000以上の、同ポジション中で、両、リーグワーストのザー -19.4 を記録し、2012年にも、両、 リーグワーストのザー -23.2 を記録した。アスレチックス参加の AA サクラメント、AA ミッドランドでは、遊撃手だけでなく、三類手や二類手としても起用された。ほか、2014年シーズンの終盤は一類手も、経験した。日本復帰後、守備を指導した森脇浩二監督は、まだまだ伸びしろがあるし、天性でやっている部分もある。理にかなうことが大事と語っている。 オリックス1年目の2015年には、主に一塁手や、指名打者として出場。足立が遊撃手のレギュラーに定着していたことや、中島自身に故障が相次いだことなどから、遊撃手としてのスタメン起用は1試合にとどまった。しかし、足立が戦術の事情で出遅れた2016年には、開幕の当初に遊撃を守った。走塁では一塁到達タイムは5秒台が多く、 よくて4.25秒と足が速い方ではないが、ベースランニングは上手い。三塁打ジには12秒台前半を記録し、投塁成功率も日本での通算約75%を誇る。このため、メジャーリーグのスカウトからは、スピードのあるマイケル・ヤング、頭脳的なベースランニングのラン、得点、プロデューサーと評価された。相性は中地。 西部時代のセネーム H 中島は、同チームに名字が同じ読みの中島里氏が在籍していたことによる。中島の対談後、中島が H がついた表記を気に入っていたことから、継続された。西部の後輩や主たちからは、打撃のアドバイスを求めても、返答は、疑音が多くてわかりにくい。時々何を言っているのか理解できないことがあると言われている。球場に来た。 長島修行から嘆き指導を受けた際、長島独特の擬音を交えた指導に、他の西部の選手が首をかしげる中、中島のみ、長島さんの理論がわかりましたと語ったという。女性人気が高く、2010年のバレンタインデーには、チームナンバー1となる120個のチョコレートが届いた。一方で、ファン感謝デーなどの際に、 いきなり女性に尻を揉まれるといったことも頻発しており、試合だけでなくこれらの行事などでも、ファウルカップを着用している。シーズンオフには、チームメイトのツケを頼って海外に一人旅に出ることが多く、2008年には、アレックス・カブレラの出身国である、ベネズエラ、2009年は同じくヒラム・ボカチカの、プエルトリコに旅に出ている。特に、 スペイン語ができるわけでもないのに物落じせずに旅に出る姿勢から金村義明から絶対メジャーリーグ向きだと評された。現在の妻で4歳年上のアイザーとは2011年1月に女性ファッション誌の対談連載企画で初対面。その直後に中島がアイザーワデートを申し込んだことをきっかけに同年5月頃から交際が始まった。中島が アスレチックスに在籍していた時期にも遠距離恋愛を続けていたという。オリックス入団後の2015年に第一子の誕生がきっかけで結婚を決意。2016年から自身の登録上の名前をゆきに変更したのは長女の命名簿を依頼した生命判断関係者から自身の名前にろしの字を入れた方が良いと勧められたことによる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。